み締めることができました。どうぞ柵の近くからご見学ください。皆様のご協力誠にありがとうございました。まもなく3時の停車台体験実演を行います。なお停車台体験実演の最中には周囲の柵から手や体を出したりすることはおやめください。また停車台周囲の車両や柵に登っての見学も大変危険ですのでおやめください。皆様のご協力をお願いいたします。また停車台の回転実演中上に乗っているこちらの蒸気機関車が定期を鳴らします。大変大きな音がしますので大きな音が苦手なお客様や小さなお子様をお連れのお客様も十分にご注意ください。ここで鉄道博物館からのお知らせです。2023年3月23日交通系 IC カード全国総合利用10周年を迎えました。鉄道博物館では5月7日まで交通系 IC カード全国総合利用10周年記念イベントを開催しております。参加記念品がもらえる交通系 IC カードキーワードがあります。ここハローステーションではC57 型蒸気機関車や交通系 IC カード全国総合利用10周年記念ヘッドマークを設置しております。こちらも合わせてご覧ください。まもなく時刻は3時ちょうどを迎えます。時間になりますとまずはじめにこちらの蒸気機関車が皆様に汽笛の音色をお届けいたしますが、この汽笛あらかじめ録音されていたものではありません。それでは本日汽笛を鳴らしてくださる方をご紹介いたしましょう。蒸気機関車中ほど運転台にご注目ください。私のいる方には機関士さん、反対側には機関助手さんが乗務しております。皆様の応援どうぞよろしくお願いいたします。それでは3時ちょうどとなりました。皆様汽笛を聞く準備はよろしいでしょうか。それでは機関士さん汽笛をお願いします。C57 はおよそ80年前にお客様を乗せた客車を引っ張る目的で登場した蒸気機関車で、1947年までおよそ200両が作られました。この C57-135号蒸気機関車は1940年に神戸で生まれ、最初は群馬県の高崎機関区に配属され、主に高崎線などで活躍をしていました。鉄道博物館のある埼玉市を走っていた大変ゆかりの深い蒸気機関車であると思います。その後北海道へ渡った C57-135号機は1975年12月ついに引退の日を迎えます。この
国鉄の蒸気機関車としては最後の旅客列車を牽引した記念の車両として東京・神田の交通博物館に末永く保存されることとなりました。しかし皆様もご存知のように交通博物館は惜しまれながらも2006年に閉館となり、この C57-135号機を後世へ保存する役目は新たにここ鉄道博物館が引き継ぐこととなりました。それではここで2回目の汽笛が鳴ります。大きな音にご注意ください。ってなるてよ。それでは機関士さん、汽笛をお願いします。C57-135号機をご覧いただけるように、このような通路のある特別仕様となっています。ぜひ転車台回転実演が終了しましたら、この通路から C57-135号機を間近よりご覧ください。それではここで3回目の汽笛が鳴ります。大きな音にご注意ください。それでは機関士さん、汽笛をお願いします。皆様、そろそろ汽笛の音にも慣れてきましたでしょうか。ただいま大きな音で鳴り響いた汽笛は機関車からさまざまな合図を出したり注意を呼びかける目的に使われています。蒸気機関車ではその名の通り高圧の蒸気を送り込んで笛を鳴らしますが、 C57-135号機はすでにボイラーを止めており、蒸気を作ることができません。そこで鉄道博物館では蒸気の代わりに高い圧力の空気を使って汽笛を鳴らしています。汽笛の装置は C57-135号機の胴体の中ほど、ちょうどラクダのコブのように盛り上がった部分の付け根についています。私が立っている場所とは反対側の機関車の側面に金色に輝く円筒形の笛がついているのが見えるかと思います。この笛は C57-135号機が現役時代につけていたものですので、当時とほぼ同じ音色の汽笛を今も鳴り響かせているかと思います。ところでこの汽笛の装置ですが、外から見ると一つの笛のように見えますが、実は長さや大きさが異なる5つの笛を一つにまとめた構造になっています。この5つの笛が一緒になることによって蒸気機関車独特の汽
奇跡の音色となっているのです。電車台が1回転を終えました。最後に C57、135号機が大きな汽笛を鳴らします。それでは皆様、汽笛を聞く準備はよろしいでしょうか。それでは機関士さん、汽笛をお願いします。ただいまの汽笛をもちまして、3時の電車台の回転実演を終了させていただきます。最後までご観覧いただきまして、誠にありがとうございました。鉄道博物館のご見学をお楽しみください。なお、これより電車台の周りの黒い柵をスタッフが順番に動かして開けてまいります。黒い柵の近くにいらっしゃるお客様は柵から離れてお待ちください。また柵が全て開きましても安全確認を行いますので、電車台の中への立ち入りはもう少々お待ちください。それではこれより電車台の周りの黒い柵を順番に開けてまいります。一番最初に開く柵は機関車後方左側 ED75 前の柵が開きます。2番目に開く柵は機関車後方右側の特急トキ号前の柵が開きます。ここはもう少し待ってください。3番目に開く柵は機関車前方右側 ED17 前の柵が開きます。最後に開く柵は機関車前方左側お茶の水駅前の柵が開きます。電車内の周りの黒い柵が全て開きました。ただいまスタッフが電車内上の通路の安全確認を行っております。安全確認が終了するまで電車台への立ち入りはご遠慮ください。それではお待たせいたしました。電車台上の安全確認が終了いたしました。どうぞ電車台上の通路をご通行ください。皆様のご協力、ご観覧、誠にありがとうございました。
2人とも聞くと